オブネグアヤアス。マルデルプラタの埠頭、2010年2月グアヤアス川は、エクアドル西部の川。その名は、グアヤアス県の名称にもなっており、南アメリカの大西洋側に流入しない川の中では、最も重要な川である。ダウレ川を含んだ全長は 389km。エクアドルの国民的な川であり、エクアドルの国章にも描かれている。 グアヤス川は、アンデス山脈、特にエクアドルの最高峰の火山であるチンボラソ山を、その水源としており、エクアドルの国章には、チンボラソ山から下ってくるグアヤス川が描かれている。グアヤスは、グアヤス県の都市、グアヤキルと、ドゥランの間にある、西からのダウレ川と、東からのババオヨ川の合流点から始まる、下流域の名称である。グアヤス川は、その後、 三島の周りを流れて、再び一つの流れになる。合流点から三角州までの 60km の間で、グアヤキル軍とドゥラン軍、また、グアヤキル軍とナランハル軍の境界線となっている。グアヤス川は、非常に複雑な三角州を形成している。最も重要な特徴は、沼地に囲まれ、潮鮮の影響を受けるエステロサラドと呼ばれる、三角州の存在である。 グアヤス川とエステロサラドとの間は、島々による迷路をなしており、そのいくつかはスラムへと変貌している。川の主流は、長石の影響を受け、また小さな当初をなしている。中でも、モンドラゴン島は、重要度が高い。主流は、太平洋の入り江の一つ、グアヤキル湾につながる。その影響は、プナ島やエルオロ県の、ハンベリー海峡で顕著である。 グアヤス川は、南アメリカ大陸のアンデス山が宮西側にある川の中では、最大の流域面積を持つ。34,500平方キロメートルの流域は、ロスリオス県、グアヤス県、ボリーバル県、マナビ県、カニャール県、ピチンチャ県、アスワイ県、チンボラソ県、コトパクシ県の9つの県にまたがっている。グアヤス川は、 毎年3000万立方メートルの水をグアヤキルワーンに放出している。ありがとうございます。